はい、どうも、ジャドーヨンです。今日はですね、バイオリン講座をやろうと思うんですけど、僕今日までちょっとあれだったんですよ、高校入試。僕ね、最近高校入試って朝鮮中央テレビ風に言えるようになったんですよ。高校入試で、そういうことがちょっとあったんで、ここ2ヶ月ぐらいですね、実は僕、バイオリンに全く触れてないんですね。ほんと、ケースに触るのもね、2ヶ月ぶりなんですよ。なんでね、ちょっともしかしたら、バイオリンのことについてちょっと忘れてるかもしれないんですけど、そこちょっとご了承ください。ではね、こちらね、2ヶ月ぶりにね、オープンしたいと思いますね、こちら。オープン。あ、なんか出てきましたね。さ、2つの物体がなんかね、出てきましたね。あー、もうこれ完全にイカれてるやつだ、これ。さ、これね、早速レクチャーしていきたいと思います。これね、こういう、あれ?こういう風に弾くんだけど、どういう風に?あ、そうだった。これ、バイオリン、これ、打楽器だったわ。いや、もうこれ基本的なこと忘れた。これ、打楽器なんだった、これ。ではね、早速ね、バイオリンのプロよりもプロって言われてる僕がね、バイオリンをちょっとレクチャーしていきます。これね、叩くときね、これ、右手を45度ぐらいに当てて、これタップするんですね、これね。そうすると、こういう、あー、いい音色。あーもうこれ、あ、寝ちゃいそう、これ。もう寝ちゃう。こちらのバイオリンという楽器のですね、歴史なんですけど、非常に深くてですね、最初にバイオリンが使われたのが、紀元前50世紀、今から約7000年前ですね。こちらの楽器をですね、その頃、ホモ・サピエンスの方々がですね、非常にですね、バイオリンの研究というのはですね、面白いものとなっておりますね。で、これね、よく勘違いする人がいるんですけど、このバイオリン、これですね、食べ物ではありません。初めてこれ買った方ね、どうしてもかぶりついてしまいがちなんですけど、そこちょっとね、押さえていただいてね。ではですね、僕が10年間ね、練習してきた、こちらバイオリンですね、皆さんに聴いていただきたいと思います。曲名、光。これバイオリンじゃなくない？え？バイオリンじゃないじゃん。あれ？あ、間違えた。バイオリン。これでしたわ。皆さんすいませんね、ほんと。2ヶ月弾かないとね、こんな初歩的なことも忘れちゃうんですね、これ。皆さん、この動画で、皆さんもきっとバイオリンのことに詳しくなったと思います。こちらのバイオリンですね、セブンイレブンで125円で売っておりますので、ぜひ皆さんもね、買ってみてください。それでは、さようなら。